おはようございます。今日は関東サッカーリーグ開幕のちょうど1週間前の日曜日です。開幕戦が7月12日の日曜日の、夕方の5時17時キックオフになってます。なので今日はちょうど1週間前なので、それに合わせたスケジュールで夕方のキックオフのトレーニングマッチがあります。だいたい開幕1週間前はその試合の時間に合わせた、トレーニングだったりトレーニングマッチをやるっていうのが多いです。なので自分もそれを想定して、タイムスケジュールだったりご飯の食事のタイミングもそうだし、いろいろと準備もそうだし、シミュレーションしながら1日過ごしていきます。4月に開幕予定だった関東サッカーリーグが前期が中止になってしまって、後期の一発勝負になりました。後期は9節しかないので、9節で順位が決まってしまいます。まあ1試合も負けられない戦いになると思うし、厳しい戦いになると思うんですけど、まあ自粛が明けてからみんなでグラウンドでしっかり準備してきたので、結果を出せるように頑張っていきたいと思います。いや、J2 リーグ第3節、徳島ヴォルティス対京都サンガ FC の一戦です。例えば右寄りの選手なんですよね。そうなんですよね、はい、岸本、藤田、まあ視線夕方キックオフで、午前中何も動かないのは嫌なので軽く散歩に行ってきます。散歩がてらスーパーまで行ってきたんですけど、なんか魚とか食品食材観察して回るのが好きなので、ちょっと不審者みたいな感じなんですけど、フラフラして一応買い物も少しして帰ってきました。で、お昼ご飯食べるまで時間があるのでちょっとゆっくりします。これかなり美味しいんですけど、200円ぐらいで買えて、で、成分表を見ても結構優秀なので、タンパク質これで30近くあるのでかなり優秀だと思います。おすすめです。試合に持っていくものです。これは、集合してからちょっと時間が空くので、その間に飲もうと思います。で、バナナは試合前試合後1本ずつ食べると思います。で、これは試合後食べます。で、水は今も個人で管理なので、2リットル1本持っていけば大丈夫だろうということで、毎日2リットル持って行ってます。はい、グラウンド着きました。雨が結構降ってるんですけど、頑張ってきます。はい、トレーニングマッチを終えて、チームメートとご飯を食べてから帰ってきました。ちょうど1週間後に、関東サッカーリーグ開幕するので、JFL 昇格のためにまずは、関東リーグ優勝できるようにチーム全員でしっかりと1週間いい準備をしていきたいと思います。
やっぱり JFL 昇格するしないで人生が変わってくると思うし、そういう中でサッカーができてる今、充実感を感じてます。コロナ自粛だったりいろいろありましたけど、そういうのも含めていいシーズンだったなっていうのを、シーズンが終わった後に笑え、みんなでチームみんなで笑えるように、地域リーグの知名度や注目度っていうのはまだまだ全然高くないですけれども、少しでも多くの方に、地域リーグ、ボンズ市原のことを応援してくれる方が増えたらとても嬉しいです。それではまた明日の食事の準備をしてから寝ようと思います。ありがとうございました。おやすみなさい。